とね、とある人から修理お借りしました。修理依頼というか、以前に修理に来たんですが、また止まってしまったエクスプローラー1の系の道具。これもね、2813ムーブメント入ってたんですけど、もう嫌だということで、ニュータに完成したらしいです。それもよく、これよく見るやつだね。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。レビューしてみてくれということで、ちょっとね借りれたので、ちょっとやってみましょうか、マニュアルは全部イングリッシュですね。イングリッシュ、まあ、よく見るよ。時計がまあ入って、ちょっと時計はまあキンキンに冷えてんな冬だからキンキンに冷えてる。では見ていきましょう。まずこれは本体ですね。でこのさ、台はさ、このマイク部分っていうの、これはねすごいよ。ここもちゃんとあの保護されてる、わかる、むき出しじゃない、保護されてる、ちゃんと。この台はすごいな、意外といいのかもしれない。これあのローテンシュラガーなんかよりも、なんかよりもジャンクのものを買うよりもこっちでいいな、多分ね、いいと思うよ。え、こんなに良さげ、すげえ良さげなんだけど。タイムグラバー、ここで消すんだ、タイムグラファー、振動数自動選択、サウンドセッティング、消音サウンド、消音サウンド、スタートストップ、めちゃくちゃ冷えてやがった、結露しちゃう。ではね、ちょっとどういうもんなのか、マイナス18、マイナス20とか、なんだこれ、あ、ポイントポイントに出てくるんだ、はー、すごい見やすいかもしんない、ローテンシュラガーよりいいよこれ、これはいいな、いやこれはね意外といいな。まあ設定画面だね、これは振動数、まあいろいろ設定できるけど、これはまあオート自動でいいね。これもアンクルの角度だから、一般的なのはだいたい52度です。まあ52度でいい、まあ表示されてもあまり意味がないからね。でこの周期設定はまあよくわからんな、なんか4から8がいいって言ってたので、まあ4にしときましょう。これが多分いい感じだわ。
これで会員設定はいいね。うん、こういう感じです。なんか全然いいな。ではついでだから、調整もやっていこう。ではこれの調整をやっていきましょう。調整の仕方はまあ以前にあの動画に載せてますので、そちらを見てください。その調整の方法はね、リンクを貼っておきます。スタート。あー、これはね、よくあるあれだね、よくある感じです。今裏返しでしょ。裏返しの時は調子いいんだよ。反対にするとあのね、悪くなるっていうのもよくあるから、ほらね、要は失政策が出てるんですね。まあ調整の時は裏返して調整するもんですから、でまあ置いとく時はちょっと、ね、表面をね上にして置いとくもんで、その時にまあずれたんでしょう、ずれるんでしょうね、うん、ちょっとまあ失政策が出てるムーブメントってことですね。うん、まあツインブリッジなのでちょっと高さの調整とかも必要な感じかもしれないですけどね。まあとりあえず表面にした時にいい具合に調整していきましょう。だからちょっとだけ早めにしよう。2 3 4 4秒、早い、いいね。5 3、いや、この反対まで姿勢さ持ってこれるし、これは意外といいな。これね、いいよ、すごくいいよ。こんないいのかな、意外といいな。あんま高いの買う必要もないよ、これな。ではね、ついでに送られてきたこれも調整してね、一緒にお返ししましょう。一本はね、成功のやつあれオーバーホールだって。ちょっと時間かかるな、ちょっと時間をいただきましょう。意外とこれいいよ、意外といいな。タイムグラファー、意外といいんだな。まあ作り的にはそんな難しくないんだろうね。いや、これで十分だよ、正直。わざわざ高いの買わなくてもこれ十分だな。ということでね、今日はちょっとよく見るあのタイムグラファーだね、2万円前後で売ってるのかな、2万円前後で売ってるタイムグラファー、中華製のタイムグラファーだね。あれは意外といいです、うん、あ、全然いいなと思って。
前回紹介したあのパソコンにつなげるやつよりはね、はるかにいいね、うん、音も出るし、やっぱグラフもちゃんと見れるから、その時計のなんかこの乱れとかも分かりやすいし、うん、俺が自分で持ってるそのローテンシュラガーの、ローテンシュラガーだっけ、あれのタイムグラファーとも遜色ない、うん、まああれでいい、まあとはいえね、やっぱり2万円前後するから高いですけど、なかなかいいかなと思ってます。あれでもいい感じがする、うん、いいなと思って、でまあ設定もちゃんとできるし、とあとねこう日産のそのだんだんとこうズレをこう表示してくれるんだよね、あれはねいいな、うん、ちょっと欲しくなるね。タイムグラフは持ってるけど、その他にもまあ欲しくなるような感じ、うん、意外といいなと思って、でまあ置く感じだね、あのこうやって立てる感じでこう見れるので、この机のどっかにポンと置いててもね、すごくこう見やすい、あれはちょっと欲しいな、欲しいぞと思って、ちょっとこう見やすいようになるから、あ、見やすいと思って、もう俺の持ってるやつはこう寝るタイプなんだよね、寝るっていうか表示画面が寝ちゃうから、覗き込まなきゃダメだし、手元にないと見えないから、そんなよりかはいいな、他になんかいい感じがする、こう机の作業台の上にポンと置いといて、でまあ台を持ってきてっていうのがねいいかもしれない、なんと使えるだあれ、きっとおすすめです、あれ結構おすすめで、まあ日本語表示があるのとないのとあるみたいだね、そこだけ注意が必要ですね、なんかそういったようなこともあるみたい、うん、日本語表示の方が日本語の表示が出てくるし、それがないモデルもあるみたいですからね、ちょっと注意が必要ですね。でまあ一緒に送られてきた前回調整したサブマリーナ、あれヌーブ製のサブマリーナだね、ツインブリッジの、あれがどうも遅れるっていうんです、遅れるか速くなるかちょっと分かんないですけど、ずれるっていうんですよ、あーと思って、要は姿勢差だね、要は裏面でもって調整するから、あそこの面裏にすると調整した時の数値出るんですよ、それまあ置いとくのはこう表面で置いとくので、こう裏返しになるわけじゃないですか、その時にまあずれが生じるってことは、やっぱり姿勢差出てるんですね、ツインブリッジの姿勢差出てる、おそらくツインブリッジってこの高さの調整もあるので、その辺の動きが強く出てるのかもしれない、意外とそのクローン系のツインブリッジ不具合出るんだよね、意外と不具合出てます、後々まあ出てくるんですけど、4130でも修理依頼で入ってきてて、そのね高さのブレというのかな、で動かなくなってるのかな、結構あるんですよね、意外とそのコピー系のクローン系のツインブリッジの不具合も多いのかもしれないな、高さの調整があるんですよツインブリッジって、うん、それがなんか芳しくない感じする、うん、芳しくない感じがするな、まあ見て俺の見立てですけどね素人の見立てですからということで、今日はねちょっとタイムグラファーのレビューですね、よくアマゾンとかに売ってる、あとはアリエクなんかにも売ってますね、2万円前後のタイムグラファーのレビューをやってみました、意外と使えるかも、使えます、あれねちょっと欲しい、俺も欲しい、作業台にポンって置いとくにはすごくいいなと思って、あれいいな、本当にいいな、あれちょっと欲しいな、作業台に置いといてこうすぐ取り出せるからね、いいな、あれマジで欲しいな、マジで欲しい、いいなと思ってます、ということで日々の作業はなんかね、インスタ、ツイッター、そちらによくアップしております、こうやっていただいたものとかね、作業動画、作業にしきれない、動画にしきれない作業なんか、インスタ、ツイッター、そちらによくアップしております、修理依頼なんかね、こういった依頼、レビューの依頼なんかもね、インスタ、ツイッター、そちらで受け付けておりますので、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いします、本日もご視聴ありがとうございました。See you.